海と日本プロジェクトブルーサンタゴミ拾いアット渋谷です。渋谷の街を青く染めよう、力を合わせてゴミ拾いですということで、渋谷の街にやってきました。ブルーサンタゴミ拾いは海の日に青いアイテムや青いサンタクロースの衣装を着て、2016年から神奈川県江ノ島で始まった海に感謝の気持ちを込めてゴミ拾いをするイベントです。今回は海のゴミの約7割から8割は町川からやってくるという事実と、海ゴミの現状をたくさんの町の方に知っていただきたいと思い、7月15日開催のブルーサンタゴミ拾いのプレイベントとして、たくさんの人が集まる渋谷の町を清掃します。みんなで力を合わせて渋谷の町を青く染め、町から海をきれいにするぞ。海にゴミは浮かせない。吸い殻多い、吸い殻多いから、こういったところにね、喫煙所が多いので、はい、あとは道沿いにはやっぱりタバコの吸い殻がやっぱり多いですね。たくさんゴミがあって、なんて言うんだろう、捨てることに対してちょっと憤りを覚えるというか、それぐらい絶対自分もしないぞっていう気持ちになりました。そうです、いつもあの海桜で海岸の清掃に参加させてもらってるんですけども、やっぱりマイクロプラスチックやはり多いです。で、街中今回参加させてもらって、ペットボトルそのものといったあの分解されないものがやはりゴミとして残っちゃうので、ちょっとやっぱりそこは考えどころかなとウミガメがマスクを食べて死んじゃったっていうニュースを見て、それでゴミ拾いをしたいって言い出したので、だからそれで、ね、あのゴミ拾いのイベントみたいなのを調べたら、このイベントがあったので、去年初めて豊洲の方で参加して、で今年2回目で参加しました、海桜の天崎です。今日渋谷でゴミ拾いをしてみて思ったことは、やっぱり植え込みの方に飲みかけの缶だったりとか、ペットボトル、プラスチックの容器などがとても散乱していて、とてもゴミが多いと感じました。それらが海に流れてしまって、我々の江ノ島だったりが汚れてゴミが溢れてしまうので、町からゴミを拾っていって海のゴミを少しでも減らしていきたいと思います。7月15日の海の日にブルーサンタがあるので、ぜひ皆さんお待ちしております。俺たち海桜、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をして海桜を応援してください。概要欄から SNS のフォローもお待ちしてます。